音楽で演奏するジジリリススススママイイと、デビッド・アレンジ・リスマイスは、ゴング、マザー・ゴング、プラネット・ゴングといったバンドと共演し、いくつかのソロアルバムや、ゴングの他のメンバーと共同でアルバムをリリースした、イングランドのミュージシャンである。ゴングでは、彼女はしばしば、シャクティオニという名前で演奏し、チア、スペース・ウィスパーで貢献した。スマイスは、キングス・カレッジ・ロンドンで学び、学内の雑誌、 キングスニュースの葉に衣着せぬサブ編集者として名声を博した。パリのソル・ボンヌで簡単な呪文を教えた後、1968年に彼女のパートナーであり、長年の協力者であるデビッド・アレンによって結成された有名なイングランドのジャズロックグループであるソフト・マシーンと一緒に詩によるパフォーマンスを始めた。アレンとはコングを共同で結成した。その他のミュージシャンには、 スティーブ・ヒレチ、ピエール・ムーラン、ディディ・マレルブラを含んでいた。アルバム、マジック・ブラザーと、コンチネンタル・サーカスに収録されているすべての曲は、彼女が執筆、または共同執筆したものとしてリストされている。彼女の朗読詞、特にゴングの、ラジオ・グノーム・インビジブル三部作において、彼女は売春婦、猫、母親、魔女、老婦人を描写し、 ステージでこれらのペルソナの衣装を着ることで知られていた。これはカルト神話の一部となり、バンドが録音した16枚のアルバムに描かれていった。ゴングはゴングメゾンやマザーゴングを含むバンドのファミリーへと発展していった。スマイスの1978年のソロアルバムであるマザーは1975年にオリジナルのバンドから離れた小バンドを導き出し、 マザーゴング結成へとつながった。マザーゴングは1979年から1981年と1989年から1991年にかけて世界ツアーを行い、ボブ・ディランやビッグ・ブラザーザ・ホールディング・カンパニーなどのアーティストをサポートしたり、ヘッドライナーとして講演した。スミスは1992年から1993年にかけて、 スターウッドフェスティバルにソロパフォーマー及び講師として出演。コマーシャルのナレーション、子供向けのオーディオブック、その他の本や詩を録音し、声のプロジェクションと自信を高める声としてのワークショップを行い、多くの女性グループにも参加している。彼女は2016年8月22日にバイロンベイの病院において肺炎により83歳で亡くなった。ありがとうございます。